杉久武さん公明党の杉久武でございます本日は質問の機会をいただきまして大変にありがとうございますまず私の方からは熊本地震についてお話をさせていただければと思います先週十四日は熊本地震の発生から五年となる節目を迎えました 改めて地震の犠牲となられた方々のご冥福をお祈り申し上げますとともに、現在もなお避難生活を余儀なくされている方に心よりお見舞いを申し上げます。今から5年前の2016年4月14日に、増木町で最大震度7を観測した熊本地震は、28時間後に誰も予測し得なかった観測,観測史上初となります同じ地域での震度7に再び襲われたわけであります。 この地震の大きな特徴は、最初の大地震よりも大きな余震が発生したことに尽きるわけで、後に前震、本震という定義がなされ、以降、大きな地震が発生するたびに、今後の余震に注意する呼びかけから、同程度の地震の発生の備えを呼びかけるきっかけとなったのが、この熊本地震でございました。続けけて発生ししたた度のの大地震で熊本県内は未曾有の被害を受けましたが 特に甚大な被害を受けた熊本城の天守閣が、発災から5年を経て完全復旧し、今週月曜日から一般公開されました、また、熊本日日新聞のアンケートでは、地震からの復興について、とても実感をしている、ある程度実感していると回答した方が、8割以上であった,あったとのことで、復興への道,なり道のりが着実なものになっているものと感じております。 私自身も財務大臣政務官を務めておりました、2017年の1月に、熊本の被災地を訪問し、被害の状況を確認させていただくとともに、復旧・復興に向けた後押しをさせていただいたところでございまして、この復興が着実に進んでいるということを高く評価したいと思います。 一方で、えー、熊本県内では先月末の時点で、依然として150世帯418人の方が避難生活を続けられております。このうち96世帯281人の方は、先ほど申し上げました増式、えー、町の方々でありまして、まあ、その理由は、宅地の造成や道路の、えーえー 拡幅など区,間区画整理事業が終了していないために住宅確保のめどが立っていないということでございましたそこで内閣府に伺いますが熊本地震の発生から今日までの取り組みについて確認するとともに現在も避難生活を余儀なきされている方へのサポートについて確認をしたいと思います青柳統括官お答えいたします 熊本地震からの5年が経過いたしますけれども、まあ、政府としてはあの、発災直後の,のプッシュ型の物資支援、まあ、これ、初めて実施するとともに、まあ、インフラの復旧、観光への投資をするなどあの、まあ、被災地、被災された方々の支援にまあ取り組んできたところでございます。まあ、これによりましてあの、今年し3月、麻生大橋ルートの開通をはじめとして、まあ、公共土木施設やあの、 農地、農業施設の各災害復旧工事はおおむね、しゅするなど、まあ、復旧、こう着実に進んでいるというところかと思います。またあの、県の方でです、ねあの、被災者支援ということで、あの復興基金の活用による自宅再建への利子助成など、住まいの再建支援、あるいはの地域支え合いセンターによる仮設住宅の入居者に対するあの訪問活動を通じた生活再建のアドバイスという、 まあ被災者個々に対するアプローチをまあきめ細かにあの行っていただいたということで、はい。 その結果として、あの、仮設住宅の入居者の最大あの約4万8000人のところは、ご指摘のとおり、3月末時点で418人と、大幅に減少したところでございますけれども、まだ418人の方々おられるということでございます。これらの方々の住まいの再建、生活再建を進めていくということは、重要な課題だと認識しておりまして、県の方で、先ほど申し上げた地域支え合いセンター の被災者個々に対するアプローチ、ま引き続きあの行っていただくというふうに伺っておりますので、県、地元市町村とま関係機関とあの国の方でも連携をしてですね、再建が成し遂げられるように支援を続けてまいりたいと考えております。杉さんありがとうございます。まあ、最後の1人の生活が再建されるまで、ま今おっしゃっていただいたとおり、自治体とも連携をしながら。 政府一ととなって引き続き続取り組ををお願いいいいしたういいうように思いますそれでは災害対策基本法等の一部改正案について、順次質問をしてまいりたいと思いますが、まあ、質問に入る前に、足立議員からもありました、本法案の参考資料の一部、ご記載にが発生した件について、確認をいたしたいというふうに思います。 まあ今回の参考資料のご記載でございますが、まあ、俗に5点設定と言われますえ法律案、理由、法律案要項、新旧対象表、参照条文のうち、え法案と理由を除いたものを称して、まあ、参考資料と呼んでおりますが、この参考資料は法案を所管する省庁が作成し、法案や理由などと一緒に、まあ、国会へ提出いただいているものであります。 法案自体に誤りがあったのであれば論外ではありますが、まあ、今回は参考資料にあたる要綱と参照条文の一部に合計9件の誤りがあったとの,あったとのことでございました。まあ、人は間違えるものではございますが、かといって間違いは仕方がないでは済みませんし、逆に間違うのは緩みであると批判することもまあ容易かと思います。 間違いは間違いとして指摘しつつも、間違えた原因を掘り起こして、再発防止策を講じることの方が、より重要であります。作成文書の確認体制に問題はなかったのか、作成スケジュールに無理はなかったのか、あるいは作業担当者の方の労働時間はどうだったのかなど、 この際、しっかり原因を見極めて、再発防止策を講じていただきたいと思いますし、まあ、そのために立法府として協力すべき点があれば、協力を惜しむべきではないと、私はそのように考えております。そこで内閣府に質問いたしますが、本法案の参考資料のご記載の原因および再発防止策について確認をしたいと思います青柳統括官。お答えいたします。えー 大臣からもあのお詫び申し上げましたけれども、あの今国会議に提出いたしましたあの災害対策基本法等の一部を改正する法律案のまあ参考資料に誤りがあったことにつきましては、改めてお詫び申し上げたいと思います。今回の誤りにつきましては、資料を作成する際のまあ作業ミス、えー、そしてあの確認漏れ、 さらに必要なチェック体制を十分に構築できていなかったといったことが原因であると、担当者の話を伺う中でも、聞く中でも、そういうものであろうかと、そういう意味では、法案作成作業のスケジュールについては、特に、 詰めてという話ではなくて、まあ、例年同様というところ、まあ、特段過密であったということもございませんし、まああのえー、勤務時間体制という点についてもです、ねあの、特別あのギュギュになったということではなかったということで、まあ、そういう意味ではなおさらあのチェック体制がきちんと講じられていなかったというところはあの、大変反省すべきところだろと思います。 まあただの、の作業スケジュールに無理がないか、特定の担当者に作業が過度に集中して長時間労働になっていないかといった、まあ、ご指摘もです、ねえー、受け止めて、まあ、再発防止についてはの、府、まあ、省庁横断などのプロジェクトチームにおける議論も、まあ、当然、踏まえていきたいと思いますけれども、ま,あ、まずの、内閣府においてはの、 法案の作成作業に従事していない職員のチームで、ダブルチェック、不相チェックを行うといった、不相的な確認体制を作って、こういった誤りが再び発生しないように取り組んでまいりたいと考えております杉さんあの。再発防止をしっかりとお願いをしたいというように思います。あの私自身長年監査とといいう仕事をややってまいりままりりしした、まあ、そそのの経験から申し上げますとやはりその、まあ 一連の作業のプロセスを明確化するとともに、やはり誰がどういう責任を負うのか、そしてチェックポイントは何なのかというところがやっぱ明確になってなければ、漫然と作業が進む中で、必要なチェック項目が見落とされるということは、あ,ある意味、 マニュアル作業の中ではよくあることでありますので、そういったことが起こさないようにです、ね、万全の再発防止策を作っていただければというように思っております。それでは法案の内容について質問をいたしたいと思います。まず本法案の改正によって、災害対策本部の見直しが図られ、災害対策の実施体制の強化が図られることとなっております。 具体的には、災害の大規模化、激甚化によって、国への支援ニーズの増大に対処するために、災害発生の恐れがある段階から、災害対策本部の設置や、特定災害対策本部の新設によって、国の災害対策本部が3種類に分けられるなど、防災体制の一層の強化,が図る強化を図ることとされております。 そこで内閣府に質問いたしますが、今回の法改正によって、特定災害対策本部を新たに設ける理由について確認するとともに、まあ、災害発生前にこれら災害対策本部を設置可能とする意義と効果について確認をしたいと思います青柳統括官。お答えいたします。 現行では非常、まず特定災害対策本部の新設についてでございますけれども、現行では、非常災害に至らない程度の災害については、災害対策基本法には基づかない関係省庁災害対策会議といったものを開催して、関係強制機関相互の情報共有等を行ってきたところでございます。しかしながら、近年は災害は大規模化頻発化が進む中で、 災害時における円滑かつ迅速な対応についての要請は高まっておりまして、あの国の関係機関も連携してです、ね、機動的、効果的に災害対応を行う必要がある、また自治体との連携も強化をする必要がある、このような状況を踏まえまして、防災担当大臣を本部長とする特定災害対策本部の仕組みを新設して、 まあ本部長によりますの法律上の,あの関係指定地方行政機関の長や、地方公共団体の長、その他の執行機関等々への指示、それからの関係機関間の,あの調整を行う権能を与えることによって、まあ、より的確かつ迅速に災害,対,策災害対,策対応を行えるようにするものでございます。また、災害発生前の国の災害対策本部の設置でございますけれども、 これも災害発生の恐れの段階からです、ね、特定災害対策本部、あるいは非常災害対策本部といったものの設置を可能とすることによりまして、本部長からは都道府県知事や交通事業者に避難先、輸送手段の確保のための必要な指示等を行えるようになって、広域避難などの災害対応を円滑化すると考えております。さららにに災害救助法ののの改正によりましてこの恐れの段階から 救助法に基づく国庫負担を可能とすることで、自治体の方うでまあ費用面で躊躇せずに、避難の実施受け入れを判断できるようにするという効果があると考えておりますさん、はい、次に、私からも個別避難計画についてお尋ねをしたいと思います。まあ、本改正案におきましては、自治体による個別避難計画の策定が努力義務とされたわけであります。 先月19日の予算委員会集中審議の際に、私から取り上げましたが、災害時に自力で避難することが難しい高齢者など、いわゆる避難行動、要支援者の方については、 まあお一人お一人の個別避難プランが必要であり、まあ、速やかにすべての自治体で個別避難計画が円滑に策定できるよう、まあ、国としても最大限支援すべきであると、小野木大臣に質問をさせていただきました。まあ、その際、大臣からは、まあ、全国の市町村において、おおむね五年程度での作成に期待を示される、5年程度での作成に期待を示されるとと,ともに、まあ、作成に必要な経費については、 令和3年度予算において、総務省とも連携しつつ、地方交付税措置を講じるとともに、防災安全交付金をはじめとする活用の可能性のある確証の補助金制度の紹介や周知なども行うことにより、支援に努めたいと、このような答弁をいただいたわけでございます。このの答弁大臣の ご答弁で特筆すべきことは、まあ、地方交付税のみならず、まあ、国交省の防災安全交付金、まあ、これも活用できるということを明確にしていただいた点で、まあ、こうした補助金の活用によって、自治体による個別避難計画の迅速かつ円滑な作成に大きく貢献するものと期待をしているところであります。まあ、しかしながら、この防災安全交付金は国交省の予算であることから、まあ、自治体の福祉部局からすると、まあ、あまり知られていないのではないかというふうに危惧をしておりまして、 ま、個別避難計画の策定に活用してもらうためにはましっかりとしたま周知徹底が必要であると考えております。そこで、この議大臣に質問いたしますが、ま当初予算が成立した今、個別避難計画が全ての自治体で円滑迅速かつ円滑に策定できるよう、ま例えば。 内閣府が厚労省と連名で、各自治体の福祉部局に事務連絡を発出するなどして、個別避難計画の策定には、防災安全交付金の活用が可能であることを、ぜひ周知して、徹底していただきたいと思いますが、大臣のご見解をお願いいたしま小此木大臣、えー。答えがあの重なるところがあるかと思いますけれども、個別避難計画の作成については、 ハザードマップ上で危険な地域にお住まいで、かつ介護を要する方など、まずは現時点で優先度の高い避難行動要支援者について、おおむね5年程度で作成に取り組んでいただきたいと考えており、所要経費については地方交付税措置を講ずることとしております。また市町村の円滑な作成を推進するためには、自治体の防災部局と福祉部局が連携して取り組むことが重要と考えます。こうしした観点から内閣府として 作成手順などを明示した具体的な取り組み指針の提示、有料事例を全国に展開するためのモデル事業の実施、委員ご指摘である防災安全交付金をはじめとする活用の可能性がある既存の補助制度の紹介などについて、厚生労働省と連携して、防災部局と福祉部局に対して、周知徹底を図ってまいりたいと思います杉さん。 ありがとうございます非常に重要なご答弁いただいたというように思っております、まあ、当然あの地方交付税で措置いただいていることも非常に大事なところではあるんですけれどもやはり地方交付税のみではあの全ての団体が対象になるわけではありません、えー、今回のこの答弁でおっしゃっていただいたま防災安全交付金の活用これは私は この個別避難計画を早くやはりこの整備するためには非常に重要なポイントだというように思っておりますので1日でも早くこの個別避難計画がま整備されることを期待をしているところでございます特に今もおっしゃっていただいた対象者特に必要な方250万人という相当な数に上っておりますのでこういった方々の避難計画がしっかりと策定されることを期待しております 次に、避難の実効性について質問をいたします。先月の予算委員会でも指摘しましたとおり、避難行動、要支援者名簿につきましては99、99%の市町村において作成されるなど、普及が進んでおりますが、現実に災害が発生いたしますと、依然として多数の高齢者が被害を受けている状況であります。例えば令和元年の東日本台風では 犠牲者の約65%が、さらに令和2年7月豪雨水害では、およそ8割の方が65歳以上の高齢者であったことを考えますと、避難の実効性をどのように確保すべきか、これが私は喫緊の課題だというように思っております。でそこで先ほど申し上げております、個別避難計画が大変重要なツールとなってまいりますが、 まあ特に令和3年度予算では、自治体における個別避難計画の効果的、効率的な作成手法を構築するため、モデル事業を実施するための予算が計上されており、より効果的な個別避難計画の創出が期待をされております。まあ、さらに、避難の実効性確保の観点から見れば、個別避難計画の作成だけではなく、計画に基づいたやっぱ避難訓練そのものが重要だと思います。 実際に訓練を実施することで、作成時には分からなかった課題も明らかになりますので、プランにとどまるのではなく、いわゆる PDCA サイクル、これをしっかり構築をして回していくことが、避難の実効性のさらなる向上につながるのではないかというように考えております。そこで内閣府に質問いたしますが、個別避難計画作成のモデル事業の実施に向けた取り組みの現状について確認するとともに、 ま避難の実効性向上のため個別避難計画における PDCA サイクルの構築についてどのように考えているのか見解を伺いたいと思います青柳統括官お答えいたします個別避難計画の作成の取り組みが円滑に進むようにご指摘のとおり令和3年度政府予算において 効果的、効率的な作成プロセスのモデルを構築して、まあ、その成果を全国に展開するあの個別避難計画のモデル事業を実施していきたいということで、全国の自治体を対象として、公募をいたしましたところはあの、多様な取り組みの提案、多数ございまして、5月、来月からです、ね、モデル事業に取り組んでいただくことを予定しているところでございます。 また、ご指摘のとおり、避難の実効性の向上については、個別避難計画に基づいた避難訓練をまあ実施することによって、計画作成段階で分からなかった課題を明らかにする、また、計画内容の改善や避難の実効性の向上につながるというふうに考えております。避難の実効性向上のための PDCA サイクルの構築になることから、 今後、取り組み指針をきちんと改定をいたしましてです、ね、避難訓練の実施を促してまいりたいと考えているところです。それから、今回のモデル事業では、自治体間においてモデル事業の取り組み状況を共有する場、お互い相談できる意見交換の場も設けていきたいという予定でございまして、こういった場も活用してです、ね、実効性向上につながるような取り組みを進めていきたいと考えております杉さん。 ありがとうございますあの個別避難計画はもう当然のことながら、まあ、作成することが当然、目的ではなく、まあ、命を守るためのツールでありまして、実効性ある計画が作成されるよう、内閣府におきましては、あの十分なサポートをぜひお願いをしたいというように思います。次に、今般の法改正の目玉の一つとして、避難勧告を廃止して、まあ、避難指示に一本化することがございます。 これは従来、避難勧告を出していたタイミングで、避難指示を発表するものでありまして、避難を促す情報をより分かりやすく整理し、住民の逃げ遅れを防ぐことが目的でございますが、災害対策基本法で規定する避難勧告や避難指示の見直しは、1961年の本法制定以来、初めてのことであります。現在の避難勧告と避難指示はともにレベル4とされており、 違いいいががかりにくいとの指摘がございました内閣府が昨年1月に2019年の台風19号で人的被害があった市町村の住民約3000人を対象として行ったアンケート調査によりますと、まあ、避難勧告、指示の内容を両方正しく認識していた方は17.7%にとどまり、避難勧告と避難指示の違いが十分理解されていないことが明らかとなったわけであります。 また、避難を開始すべきタイミングを、本来の避難勧告ではなく、避難指示であると誤って認識している,認識している方が4人に1人 25.、25.4%あったこととのことでありますので、被害を最小化するために、重要な要素は対応の明確,であること明確化であることを考えますと、本法の改正は実態に即した見直しになっているものと、高く評価をしております。 ま他方、今般の避難情報の運用変更は、現在行われている5段階の警戒レベルでの運用が開始され、開始運用の開始から2年での変運用変更となることから、混乱を起こさないよう、国民への周知を図っていくことが必要でありますが、かといって、時間をかけるわけにも当然、まらないわけであります。 ま地震災害などは突然やってまいりますし、出水期のことを考えますと、梅雨入りまであと一月半と迫っている状況であります。そこで内閣府に質問いたしますが、避難情報の運用変更については、迅速かつ徹底して周知を図る必要があると考えますが、内閣府とし,てのとしてどのように取り組んでいくのか伺いたいと思います青柳統括官。お答えいたします。 えただいまあのご審議いただいております、法律案、成立した暁には、新たな避難情報について、梅雨期、梅雨時からですね市町村によって円滑に運用されるとともに、住民の方々にあのその内容が理解されるよう、周知徹底、図ること。 大変重要であると考えておりますこのため、早い段階から都道府県市町村の防災担当者向けの説明会を実施をいたしまして、広報誌の作成、新たな避難情報を用いた避難訓練などの周知の準備、まだ成立前ですが、準備を開始してもらいますとともに、 テレビ、インターネット等のメディアにおいてはです、ねあの、新たな避難情報についての解説する特集を組んでいただきたいという、まあ、依頼はすで、えー、に始めているところでございます。さらにあの、改正法案の成立後、まあ、交付をされてからは、ね、さまざまな指定公共機関等の協力もいただいて、新たな避難情報について、まあ、例えばあの全国の,あのコンビニエンスストアのレジのディスプレイにあの表示をしていただく。 また、全国の郵便局や鉄道駅、高速道路のサービスエリア等でのポスター掲示なども予定しております。また、関係省庁や市町村とも連携して、まあ、自治体庁舎は当然ですけれども、学校や病院、社会福祉施設等での掲示等も予定しているところでございます。あの可能なことはです、ね、すべて行って、まあ、関係者一体となって周知・普及啓発、徹底を図っていきたいと考えております杉さん。 はい。この新たな、まあ避難情報が速やかかつ正確に国民に伝わるよう、今、様々なあの取り組みを挙げていただきましたけれども、まあ、内閣府には万全の対応、ぜひともよろしくお願いをしたいと思っております。え、最後に、小此木大臣にお伺いをしたいと思います。え、今回の法改正では、まあ、災害対策本部の見直しの一環として、非常災害対策本部長については、まあ、防災担当大臣から内,内閣総理大臣に変更し。 新設される特定災害対策本部については、防災担当大臣を長とすることとして、併わせて防災担当大臣を筆致化するとすることとしております。まあ、2001年の省庁再編による特命担当大臣の制度導入以降、防災を担当する大臣は事実上設置され続けてまいりましたが、まあ、昨今の災害の激甚化を鑑みれば、防災を担当する最高責任者の筆致化は、 防災への取り組みが制度面でしっかり担保されたもの,でもの,されたものと考えております。まあ、一方、若干気になるのが、非常災害対策、非常災害対策本部担当大臣から内閣総理大臣に変更するという点であります。非常災害対策本部は過去10年間、10年間超を考えても、防災で8回設置されておりますが、 この3年間は毎年設置されており、それだけで大規模な自然災害が毎年のように発生する時代に突入していることを鑑みますと、 まあただでさえ、職責の重い総理大臣に、まして現下のコロナ禍で激務が続いている中、まあ、新たな責任の追加というものは、またして妥当なのかと、まあ、いささか気になっているところであります。もちろん、大規模災害だからこそ、まあ、総理大臣が本部長となって陣、まあ、頭指揮を執るのだということは、という考えは理解をいたしますが、まあ、総理の職責に新たな負荷をかける以上は、まあ、総理をしっかりサポートする体制が盤石でなければならないというように思います。まあ、今般の法改正では 자. <목소리법> 非常災害対策本部の構成メンバーが関係閣僚となっておりますが、まあ、言うまでもなく、小野木大臣にはその先頭に立っていただき、まあ、総理は万全に補佐をしていた,いただく必要があると思います。そこで小野木大臣に質問いたしますが、防災担当大臣の筆致化および、非常災害対策本部長の内閣総理大臣への変更理由について確認するとともに、今回の法改正によって、防災担当大臣として総理をどのように補佐されていくお考えか、 大臣の決意をお伺いしたいと思います小野木大臣今回の改正により防災担当大臣を法律上必ず置くこととしたのは災害の激甚化頻発化が進み防災の国政上の重要課題としての位置づけがさらに高まる中で政府として防災担当大臣が重要であることを改めて示すものでありますまた市場災害対策本部長の内閣総理大臣への変更については近年の大規模災害発生時に これまでも事実上、内閣総理大臣の出席の下、非常災害対策本部会議を開催して、関係省庁等に必要な指示を行ってまいりました。今回の改正は、本部組織と内閣総理大臣の地位を法律上明確に位置づけることで、その指示権限を明確化し、本部機能を格上げ、強化することを目的したものであります。今回の改正において、防災担当大臣は、非常災害対策本部長、副本部長ですね。 副本部長として法律上明記され本部長たる内閣総理大臣を副本部長として補佐をするということになりますまた防災担当大臣は非常災害に至らない災害にも対応すべく新設する特性災害対策本部の本部長も担うことになりますそうした本部体制の中で内閣総理大臣のリーダーシップのもと関係省庁の調整や被災地のニーズを踏まえた災害対応を実施するなど引き続き 重要なな役割を果たしていくことになります災害対応に際しては、主幹の大臣として内閣総理大臣をしっかり支え、国民の安全の確保と、政府一体となって取り組みをするように、万全を期してまいりたいと存じます杉さん。 あのこれから台風シーズンも迎えることとなります、まあ、本改正案の効果がしっかりとこれからの防災・減災対策に生かしていけるようにです、ね、我々も全力でサポートしてまいりたいと思いますので、この議大臣におかれましても、しっかりと災害が起きた際には陣頭指揮を取っていただいて、国民の命と生活を守っていただけるようお願いを申し上げまして、時間になりましたので、私からの質問を終わります。ありがとうございました